アルベルト・ゴリスはスペインイルン出身のサッカー選手。ポジションは主にセンターバック。ヘディングの強さが武器であり、たびたびセットプレーから得点を挙げた。レアル・ソシエダ一筋であり、約600試合に出場して4個のタイトルを獲得した。スペイン代表としてはイタリアワールドカップに出場した。バスク地方のギプスコア・ゲンイルンに生まれた。 レアルソシエダの下部組織出身であり、1979年4月8日のラージョ・バジェカーの戦でデビューした。3シーズン目の1980から81シーズンにはプリメイラ・ディビシオンで優勝し、1981から82シーズンにはリーグ連覇を達成。1982年にはスーペル・コッパ・デ・エスパーニアで優勝し、 1986から87シーズンにはコパデルレイでも優勝している。やはりレアルソシエダ一筋だったアグスティンがハテとセンターバックのパートナーを組んでいる。1992から93シーズン終了後に引退した。プリメーラディビシオンでは461試合に出場し、公式戦通算ではクラブ最多の599試合に出場している。 ゴリスの引退と同時に、エスタディオでアトーチャも閉場し、翌シーズンには、エスタディオアノエタに移転した。すでに30歳を迎えていた1988年11月16日、セビリアで開催された、イタリアワールドカップ、予選のアイルランド共和国戦で、スペイン代表デビューした。イタリアワールドカップ本大会にも出場し、ベルギー戦では、ミチェル・が蹴ったフリーキックに、 頭で合わせて得点した。スペイン代表としては12試合に出場している。ありがとうございます。